So it looks like we're going to be heading into chapter 11 because we just beat chapter 10.遅かったじゃないか。テレビを見た前、アンダーゼロの事件についてやっている。報道ではエデン症候群が集団発生した原因はハッカーによるエデンへのハッキング行為だとされている。こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺のことには一切触れられていない。あくまでも上白は被害者、そしてハッカーが加害者という構図が出来上がっている。岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上白優子を利用して九段のパラダイスロスト計画を進めているのだろう。それに関してはまだ何も手がかりがないな。だがおそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子君は計画の最終段階に欠かせないキーなのだろう。それに関してはだが岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見事に操ってみせた。おそらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター両方を制御できるか否かのね。今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だっただろうな。君たちはその生贄にされたのさ。岸辺理恵は本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした。パラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。君のログ情報から急いで上白優子の居場所を割り出そう。そしてそれと並行してこの計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。最近迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ、これらの情報を照らし合わせれば最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。おそらくその点こそが計画の中心地だろう。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いがもう少し待っていてくれ。あ、よかった、無事だったんだね。実はオメガモンが君と直接話したいんだって。ザクソンフォーラムに来てくれるかな。あそこならあんまり目立たないで済むだろうし、よろしくね。Oh, I didn't swap my Digimons yet. I should. Ah, 来た来た。ほらほら、オメガモン、来たよ。呼び出してすまない。だが、通信ではなく、君たちと直接話し合いたかった。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じも。でもって
こっちの世界に来た理由とか忘れてたいろいろなこと思い出したんだって。それじゃあオメガモンさん、どうぞ。ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず私がこの世界に来た理由、それは我らデジモンの住まう世界デジタルワールドを破滅から救うためだ。デジタルワールドはインターの猛威にさらされ滅びの危機にある。インターがデジモンの世界にも？ああ、データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威を及ぼすエラーと判定した。その意思に従いロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。そして脅威の発生源を特定した。それは隣接する異世界、君たちの世界に誕生したばかりのとある電脳空間だった。え、私たちの世界のとある電脳空間、それってもしかしてエデンだ。かのネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初エデンアバター、つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、激情、攻撃性、そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。そんな無論早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。滅ぼす？人間世界っていうと どこからどこまで？中野？東京？日本？まさか。そうだ、この地上全てだ。イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り、奴らはまた現れる。人間を滅ぼす以外、イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。デジモンが私たち人間を。彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ、目的を遂げるつもりだ。攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらず、デジモンが出現する現象が起きているだろう。人間世界とデジタルワールドは
次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴を穿し次元の隔たりに扉を作り出せば二つの世界はつながり原理原則が重なって混ざり合い結果あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常はおそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とはそれだ。つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もしくは精神を操られている可能性が高い。じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに。二つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。予期せず記憶の一部を失ってしまったが、私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。そっか。私は何としても彼らを人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、許されようはずがない。そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、うん、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。それを解明し事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。事務所に戻りたまえ、直ちに会議だ。犯行作戦を立案しようじゃないか。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。それじゃあ京子さん、作戦会議始めちゃおう。いや、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。重要なキャスト？私たち以外に誰が？げー、重要なキャストってまさか。ったく、岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いて来てみりゃ、暴走イノシシアタック少女も一緒かよ。なんだか不安だな。ウキー、それはこっちのセリフです。レジェンドとかどんだけあれこじらせてるんですか。こんの中二とかいろいろこじらせ少年。そもそも何よ、アンダーゼロでも一人でいなくなってさ、チーム戦向いてないんだから足引っ張んないでよね。悪いがこの作戦は誰一人かけても成立しないんだ。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中二こじらせ少年も協力してほしい。
まあ、俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。だ、そうだ。暴走イノシシアタック少女も異論はないか？あっと、その前にちょっちみんなに聞いてほしい話があって。ふん、それがパラダイスロスト計画の全容か。なるほどな。人間世界の破滅とか、マジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。感謝しよう、暴走イノシシアタック少女。いやー、私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始めよう。まずは事実 A、 岸辺里恵の目的は次元の壁に穴をうがつこと、次元の扉を開くことであると判明した。事実 B、 その岸辺里恵によって上白優子が誘拐された。これら AB の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。そして A はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。いきなり頭パーン。 B 実行の理由はこの際気にすんなってか。いくらなんでも強引すぎんだろう。名推理とは得てしてそういうものさ。だが至極真っ当な君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。相変わらずつかみどころねえよな。最近起きた迷いが事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ、私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。驚くべきことに、デジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。術中ハック上白、岸辺たちの手によってだ。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要は龍脈みたいな道ができてるってことだろ。その通り。このネットワークは龍脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似している。デジタル用のエネルギーライン、岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだろう。
デジタルウェーブを循環させる構造は、それ自体がエネルギー反応炉であることを示している。蓄積し、冷気させ、増幅して放出する。実によくできた構造だ。このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。エネルギーの冷気状態から推測するに、パラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。六本木の地下には神城の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。なんともそっけない政府関連施設じみた名称だと思わないか。そうだ、以前調査した地下道、その奥にあった例の施設だよ。君のログ情報を追跡した結果、上城優子と別れた地点と座標軸が一致した。本丸は間違いなくここだ。そこを攻め落とせば優子奪還、一生は確実ってわけか。けど A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているなら、すでに B は。もうやめて、私の脳みそはすでに限界よ。っていうか黙れオタク、あなた略してオラタ。あん抜かりはないさ、オラタ君。デジタルウェーブの制御自体を妨害するんだ。説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピューターオペレーティングで行われている。つまりそれらを妨害できれば。なんともアナログな方法だな。要は電源を落としちまえってことだろ。その通り。しかし向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。予備電源の一つや二つ用意しているだろう。だが同時多発的に工作を行えば必ずほころびは生じるはずだ。いっぱい人を集めて一斉に電源をオフるとか。アホ、そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。そっちは俺に任せてくれ、京子さん。ちょ、東京中をって、だからどうやって。ふん、俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。いつも加減はするさ。影響範囲は必要最低限に絞り込む。その分時間はかかっちまうが。なるほど。君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えていたのだが、確実に岸辺の今日つくとするなら絡めてから攻めるべきだ。美なるかな、美なるかな、無形に至る作戦。お、いいね、孫子。真なるかな、真なるかな、無形に至る。わかんないけど、わかった。わかんないようでわかった。あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだね。だよね。理解が早くて助かる。では君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。童貞は助手が把握しているはずだ。そんじゃ同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。
It's very common for this game to have like dialogues that are so long. ここが地下道か。地下にこんな大きいトンネルがあったとは。ジメッとしてるし、壁がうにょうにょうってしてて、いかにも地下っぽ。あ？あれ？ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているな。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー、ユーコッチを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。六本木目指してレッツアー。もしかして六本木まで徒歩？おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱、時間にして2時間といったところだ。10キロ、2時間、どうしよう。体力的な意味でとにかく頑張るしかないよね。えいえいおー。 I think that's the green hair woman, right?I don't know why I feel she's a Digimon, and that pseudo guy, that's a Digimon, and then the detective, he is a Digimon. I don't know, I mean, I just get a feeling they're all Digimons. But I could be completely wrong. I've been watching too many anime, and it's like everyone's a Digimon. Because I think this guy's a Digimon.And of course, I thought the detective girl is a Digimon. So we will see. Well, from what I remember, she is Alphamon. And then the pseudo guy was Myotismon. Or Milomyotismon. But that might have been because the anime was like that. 突然だが、君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか？それとも優子くんの元へ急ぐために息せき切って全力疾走でもしているのかな。え、いきなり何？京子さん、普通に進んでますけど。むしろペースダウンしてますけど、うん、ではわずか数十分で君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。いやいや、いくら私たちがユーコッチ奪還のために死に物狂いで走っても、こんな早く赤坂は無理でしょう。うん、迷いがとはたとえわずかでもここまで物理原則に影響を与えるのだな。え、どういうこと？デジタルシフトのせいで六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが、空間が歪み短縮されているようだ。これは思ったよりも早く六本木に到着できそうだな。本当？やったー！いまいち言ってることは分かんないけど、デジタル。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応がある。敵の死角かもしれない。注意したまえ。え？敵の死角？アンさんら、ユーコハを助けに行くんやろ。ユーコっていうか、ユーゴっていうか。てかあんたは、ユーゴがユーコッチだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えて、ユーコッチは何をしていたの？何のためにあんなこと？あの姿は、ユーコハの兄さんの姿なんや。ユーコッチのお兄さん？そう。エデン、そのアバターを使うて、ユーコハンは、ユーコハンの父親が作ったエデンを守っとった。ザクソンのハッカー、ユーゴとして。どうしてそんなこと？ユーコハンは、家族の縁が薄いお人やから。家族との何かをつないでいたかったんちゃうやろうか。家族との何か。ユーコハンはわっちに手を差し伸べてくれた。
わちに居場所をくれた大事な人や。お願いや、わちも一緒に連れてってくれへんやろうか。え、ゆうこはんを助けたいんや。お願いしんす。本気なの？けど確かにゆうこっちを助けたいって思いは一緒なんだよね。よし、一緒に行こう。一緒にゆうこっちを助け出そう。ノキアハン、おおきに。ちょっとお礼とかやめてよ。調子狂っちゃうじゃん。いつも通りでいいって。いつも通りってブサイ。それは却下。ほら、さっさと行くわよ。I can't wait till the day they make a Digimon game where it's fully dubbed. Right? It's just like Sword Art Online. That needs to be fully dubbed. They've released multiple games like God Eater, Code Vein, Tales of, and all these that don't even have a franchise name. Right? Or not that strong of a franchise name.They dubbed those, so I don't get why they're not dubbing something like Digimon, which is like the secondary Pokemon game. I mean, you know, Digimon has been there longer than most of the other franchise, or whatever, the smaller franchise, and they're dubbed. ここが神城の地下施設。本当。わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。ねえあれ。たか。ねえ、今すぐユウコっちから離れなさい。あんたの思い通りになんかさせないんだから。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。イグドラシルの意志だかなんだか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに負けず劣らず愚かだな。人間風情に肩入れし、崇高なる意志に背くとは。お前、まさか。ノキア、気をつけろ。この女、
人間ではない。どういうこと？だって岸辺は邪魔などさせない。させるものか。まずい、奴はもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ、開け。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが優子を救い出せれば。お忙しそうですね。てめえ、スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね、お手伝いに参ったわけで。ああ冗談言いに来たのかよ。悪いけど、今あんたに付き合ってる暇なんて。新田君、君はどうしますか？もしもこの世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。はぁ、あ、歪みだ？一体何の話だ？まあそのおかげでこの世界は新しい姿へと進化しようとしているのですがね。何度も言わせんな。お前の冗談に付き合ってる暇はねえんだよ。お前は岸辺の使いっ走りだろ。こっちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。岸辺さん、はい、岸辺さんだったものもしかり、私は可能性を模索しているだけなんです。世界がより良い進化を遂げる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エデンという楽園の巨食を打ち破ろうとした君たちのその可能性が生み出す未来に魅力を感じてね。そしてその可能性の目は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。お前がデジモンキャプチャーを？いや、なに、研究の過程で生まれた副産物ですよ。それよりも、ほら、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。私の見たかった新しい世界の形がすぐそこに。しまった。それでは私は失礼します。またお会いしましょう。君が君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思った時にね。あ、てめえ待て。あー、くそ、今は作戦を優先させねえと。あいつらが、これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じる、感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。
これで醜悪な人間の姿とはおさらばだ。やつはロードナイトモン、私と同じロイヤルナイツ。岸辺理恵の体をよりしろとしてずっと暗躍していたのだ。オメガモンまで現実世界に。ついにこの時が来てしまった。2つの世界が扉でつながり交わってしまったのだ。久しいな、オメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のため共に人間を滅ぼすのだ。手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。あくまでも貴様はイグドラシルの意志に背くのだな。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてノキアたちと行動を共にし確信したのだ。人間は滅ぼすべき存在ではない。ロイヤルナイツの恥さらしめ。いいだろう。この私が直々に引導を渡してやる。せめてもの情けにな。You know, I said that they were Digimons, and I guess in the back of my mind, I kind of knew that, but I was also questioning myself. But now, you know, it's 100% confirmed that I was right. They are Digimons. So, you know, whatever I've been saying have been correct.And it's very funny because I'm using the seven demon lords, right? Or the demon lords to fight the holy knights to save the world. That's the funny thing. Lilith Mon is one of the demon lords. I think Creepy Mon is as well, but not Grand Quagamon. それも時間の問題だ。逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。貴様、あの空変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。なんかやばくないか。さあ罪をあがない、愚かな人間ども。何そっか、あなたたち
ちが電源を落としたんだ。バカな、次元の扉が閉じただと。真似を。だがあのわずかな時間でもデジタルワールドとつながった影響は十分に残っている。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿のままでいられるのはその証拠。他のロイヤルナイツたちの力も感じることができる。必ずどこかに現れているはずだ。仲間たちを探し出し、共に人間界を滅ぼしてくれるわ。計画に若干の修正を加える必要はあるが、人類の末路に変更はない。間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし、最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。大丈夫、なんとかなる。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに、相変わらず感じ悪いやつ。ユコハン、ユコハン。と、そうだ、ユコッチ。ほらほら、All right, I probably need to swap Digimons. Clearly, Grand Quagamon is not strong enough. And Grand Quagamon lost all of his MP already, so bring in Lotusmon. Creepymon seems a bit weak. Let's bring in Magnemon. Lilithmon actually seems a bit. Let's just bring in this. No.So, for the next chapter, I'm really gonna need to use my stronger Digimons now. I mean,
Like, should we even be struggling this much? This doesn't look good.大丈夫、フェイ。あなたの代わりに私が行く。え、そないな命令バッチはしてへん。なんでプログラムが勝手に。大丈夫だよ、フェイ。あなたのデジモンを信じて。言ったでしょ、デジモンはただのプログラムじゃないって。デジモンを信じる。いい、もういいんです。今までやってきたこと全部が無駄だった。誰も戻ってこない。私の手には何をしても、トローニ終わるならもういいんです。8年前、兄がエデン症候群になった。
家に帰らず、エデンの開発に没頭する父の代わりに、私だけが兄の元に通った。いくら呼びかけても兄は目覚めず、私は声をかけるのをやめた。父が死んで私を励ましてくれたのがリエさんだった。家族を失わない方法があるとリエさんは教えてくれた。父の作ったエデンを守るため、遊具となってハッカーをまとめてほしいって。一人きりで途方に暮れていた私にやるべきことを与えてくれた。だから私は私を捨てて遊具になった。自分をなくしても家族とつながっていたかった。でも結局何もかも嘘だった。全部リエさんに仕組まれていた。ザクソンのみんなだって私についてきたんじゃない。私がエデンを守ってたわけじゃない。すべてはリエさんの力。私は何もしていない。寂しい私、滑稽で惨めな私。どうして放っておいてくれないの？もう戻れない。いろんなことを間違えてしまったから。私が失敗したせいでエデンでまた犠牲を出してしまった。もう自分が何をしたかったのかもわからない。父も兄もみんな私の前からいなくなって、一人だって認めたくなかった。でも私はずっと前から一人だった。だからもう構わないで。私はもう一人ぼっちでいいんです。これは私がフェイにあげたデジモン。ユウコ、あなたは決して一人じゃない。あなたがフェイと私を出会わせてくれたから、私もフェイも一人じゃなくなった。あなたは私たちに居場所を与えてくれた。私はフェイの隣に、そしてフェイはあなたの隣に。思い出して、あなたの隣にはいつも誰かがいたはず。今も。あ、そうか、そうですよね。思い出しました、父の言葉。小さい頃、父が泣いてる私に言ってくれた。パパが作っているエデンでは一人ぼっちになる人なんていない。たとえ体は遠く離れていても、誰かが一人で泣いていたらすぐに手を差し伸べられる。そのためのエデン、そのための
物理原則に縛られない電脳空間。私たちは、フェイは今もあなたと共にいる。これからもずっと。ノキアさんが言っていたこと、ようやく分かった気がします。ありがとうございました。友達を連れてきてくれて、私に手を差し伸べてくれて、私はこの奥にいます。お願いします、私をここから連れ出してください。もう一度あなたたちのそばに。Well, that was crazy. We got sucked into a digital space.